皆さんこんばんは、トットと申します。はい、というわけで、前回チャレンジダンジョンレベル9、マルチプレイで、ノーコンクリアすることができたんですけれども、ちょっと一人ではねちょっとレベル9できなかったのでちょっと悔しいなと思っていたんですが、レベル10ですね、挑んでいきたいなと思いまして、動画を撮っていく前に私は結構最近は先にもう練習がてら自分でもうガンガン挑んで、なんとなくダンジョン情報をゲットしておくっていう感じでやってたんですけれども、皆さんご覧ください。レベル10クリアしてしまいました。なんと今日の昼間に、休憩中ですね、昼間ちょっと仕事の休憩中にトイレに行きながらちょっとくる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 ねやってたら、あれれと思いまして、まあ4回はやり直してるんですけれども、まさかの展開でちょっとびっくりして思わずスクショを撮ってツイッターに投稿してしまったんですが、やべえクリアしちゃったみたいな感じで、なので動画でなんかもうサクッとクリアできたらいいなと思ってるんですけれども、結構奇跡的に勝てた部分はあるので、まあ、ちょっと勝てた時のことを思い出しながら動画でも残していきたいなと思います。頑張ります。というわけで、挑んだパーティーはこちらのパーティーで挑みまして、無事に成功したんですが、正直勝てるとか全く思ってないので、どのタイミングでどのスキルを使ってどのタイミングでどれぐらいのポジションで勝ったかとかあんまり覚えてないですよね。ね、勝てると思ってないんで、だからまあこわごわとやっていきたいなと思います。というわけでレベル10行ってきまーす。怖い。ここはハイドロチャージャー、サダルメリク、こちらですね、なんとマシンヘラの時に一回経験してるキャラでして、これ2ウェイを組まないようにして64倍組めば、ギリギリ吸収されないっていうね、検証結果が出ております。だから2ウェイ組まないように64倍を組んでいきたいなと思います。できるかな？不安しかないけど。スピード近いし、落ち込んくんなー、くんなよ落ち込ん、黄色の落ち込ん一番来ちゃいけないやつだよ。大丈夫です。色はないので、次に2万7000くらいのダメージが来るので、念のための石を放ちます。あ、ずれた。なんでこういう時は、こういう時は落ち込んこない。よしよし。おー、やっぱりイシス放っといてよかった。そして、この後はちょっと正直私知らないんですよ、攻撃。2回で突破してたんで、いつも。なんでうまくいかないかな。で、ここで落ち込むね。紫がないからさ、9倍目指して2ウェイめっちゃ組んだのにさ、紫落ちてきて64倍みたいな。あー半減来ました。半減来たら64倍でちょうどいいんですけど、光がありません。ハートがないですね。ハートがないのはちょっと困りますので、いや、ここ闇狩り使いたくないんだけどね。まあ闇狩り使いましょう。突破していきたいな、できれば。あ、やばい。落ち込んで助かった。
いけるか、よし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 、いけました。2階、スターオニキス。ここは、確か最初は、どうやったんだっけな、全然覚えてないんですけど、とにかく、お邪魔を消します。色がないと。今回は、色に恵まれません。あー、そういえばこんなの来たな。それでどうしたんだっけ。とりあえずイシスを解放した気がするわ。で、全力で回復。そういうことか。で、作りたい。あー、黄色が組めなかった。あー、でも全回復して全員、ミノカにカースブリンガー。オッケー、で、色がある、突破していきたいと思います。いけるか、 OK、 多分大丈夫。あー、これは確実ですね。もう色かけしてるかな、これ青かな、色かけしてないですね。いい感じ、イエーイ。で、ここが鬼門です。なんと光と闇が吸収なので耐えていかないといけません。で、ここは確かね、インドラを放つんですが、一発目ではできれば使いたくなかったんですけど、使っていきましょう。でも、とにかく回復を消されないことだけを祈るっていう祈りゲーです。回復来い、OK、これ回復消されたくないな、頼む、消えるな、よし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 、全力で回復します。ほんとインドラのこの、なんていうの、これすごいよね。別に今64倍払って全く意味ないので、ここは、いやー、マジかー。あ、闇カーリー溜まるわ、闇カーリー溜まるんだけど、私ここで結構耐えたんで、あ、で、まだインドラが一旦残ってるんで耐えます。ここはもったいないんで、できるだけ消してハートを、お、ナイス、あと2ターン耐えます、頼む、よっしゃ、オッケー、消えるな、マジです、マジでハートだけを祈る。もうハート、もうハートだけがね、枯渇したら死ぬので。いい、落ち込ん、全回復、そしてハートいっぱいある、消えないでくれ、頼む、消えるな、消えるな、マジかーい。ここ消えなかったら結構良かったんだけど、こう落ち込んで回復を待つのは正直すごく怖いので、闇カーリーを放ちたいと、あ、待てよ、これは闇カーリーじゃなくてイチゴの方がいいな。なぜかというと、なんかね、バインドが来た気がする。これは俺の戦いだ、発動、よし、全力で回復します。もうとにかく回復だから、今私が求めてるのは回復だ。攻撃力より回復、よし、全回復したから耐えられるでしょう。私があと1個あればな、闇カーリー使わなくて済んだの。あ、これ絶対使わなきゃいけねえの、
じゃあここで、本来は使いたくないんですが、闇カーリを使いたいと思います。やだな、闇カーリオールドロップチェンジ発動で倒していきたいと思います。やばい、やばい、あーあー、びっくりした。うわ、やべ、2で組めてない。大丈夫か。あ、オッケー、火の落ち込ん、そして回復もいい感じです。いけるか。オッケー、ナイス、イエー。まだ4回、そしてこうなんだよ。そうそう、ここがね、私ワンパンしたんですよ。あ、できる、できるよ。待って、ボス先生来たっけな。ボスはあの方なんで、根性も吸収もないんですけど、あれ先生来たっけな、全然覚えてないや。なんかね、バインドが来た気がするからね、イシスは取っといた方がよくて。取ってみるか。うわ、怖っ。とりあえずここはワンパンしたいと思いますので、どうしようかな。これは延長使った方がいいのかな。確実に行きたいのでラードラ使います。サンライトクラウン発動。頑張れよ、マジで。本当は火の杖もう一個組みたかったけど、惜しい。ナイス、落ち込んない。そして色は一応ありますね。オッケー。お邪魔とかにすんなよ、マジで。行くぞ、公敵しよう。ノルディスです。ナイツオブドラゴン、やっぱりね、ほら来ると思ったんだよ。で、皆さん、ボスまでやってまいりました。そしてラードラが溜まっておりまして、イシスも一応あります。で、まあ、前回やった、私が昼間今日やった時は、この時に闇カーリが溜まってたので、色が大丈夫だったんですけれども、まあ、今回も、黄色の杖組める上に、全色ありますね。紫、青、緑、黄色、赤、ハートってありますので、ここはワンパンで決めれれば、私の勝利です。初めてのなんか、しっかりしたやつじゃない？で、まず、イシスを、クイックガード、ドーン。で、からの、これですね、スキル1。私さ、この、いつも、検証スキルって、これ下のスキル2がたまらないと、スキルに永遠に作れないんだなってことを初めて知りました。まあいいや。ということで、サンライトクラウン発動したいと思います。発動。こんな感じ。落ち込ん、もう一個。オッケー。さらに、あー、どうだ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 。あ、嘘。とりあえず切れた。ダンス、スキルの効果が消えてしまった。それだけ。やった。2つ溜まってる。そしてまた石溜まってる。無駄に読み返りを発動しま、あ、違う、こっちだな。これは俺の戦いだ。発動！ドン！また指の延長が来ました。確実に行きましょう。根性なし、吸収なし。
落としで会おう。落としで会おう。できてるね。オッケー。オッケー。もいワンちゃん。おー、来たんじゃないですか。イエーイ。いやー、YouTube のコメントで結構いただいていたんですが、今回チャレンジダンジョンレベル10は、レベル9よりかは比較的簡単だということをいただいていたんですが、まさかソロでいけると思わなかったので、正直かなりびっくりしております。そしてまたいけると思わなくて、さらにまたびっくりしてます。まあいいや。はい、というわけで、今回の春休み、イベントかなのチャレンジダンジョンレベル10は無事に10は、1人でもクリアできました。9だけはマルチで頼ったんですけれども、残りは全部ソロで濃厚することができました。いやー、もしかしたらパズル力が成長したのかなというわけで、後半戦もイベントが始まりますので頑張っていきたいなと思います。それではまた。